んにちは、週末予報チャンネルのまゆです。この群れに今黄色スズメバチが来ているんですが、今まで見てきた黄色スズメバチはちょっと一味違う黄色スズメバチなので紹介したいと思います。それではスタート。はい、黄色スズメバチが来るまでに今までの黄色スズメバチと何が違うのかちょっと紹介したいと思います。まず一つが俊敏さです。以前にも紹介しましたが、黄色スズメバチは30分に1匹捕まえられるか捕まえられないかなんですが、今回の黄色スズメバチは来てあっという間に捕まえて持って行ってしまうんです。はい、今こちらに働きバチが何匹かいますが、これは熱殺蜂起をする部隊だと思います。今までの黄色スズメバチはこう飛んできてこの辺をフラフラするんですが、なかなか捕まえられずにミツバチの素早い動きに翻弄されています。ですが今回の黄色スズメバチは来てあっという間に持って行ってしまうんです。本来だったらこういったたくさんミツバチがいるところには近づかないんですが、こういうところにも果敢に挑んでいきます。そして間一髪のところでミツバチを捕まえていくんです。やるかやられるかのかなり瀬戸際のところです。この黄色スズメバチのすごいところは俊敏さなんですね。ちょっと危ない状況になってもすぐ触ってき、すごい。今までの黄色スズメバチと違ってだいぶグイグイきますね。捕まえました。すごい。今3匹いたところを狙ったと思うんですが、普通の黄色スズメバチだったら多分他の2匹にやられたと思いますが、あっという間に持っていってしまいました。本当にすごいです、あの黄色スズメバチ。この巣箱の周りにはですね、過去に熱殺蜂起によって倒されてしまった黄色スズメバチが何匹も転がっています。こことこっちですね、ここと、ここにもいます。こっちにもいます。すごい、通してきました。すごい近い。どの子見てるのか。熱殺部隊にも近づいてきます。一歩間違えればあっという間に放水になってしまいます。マジも必死にお尻を振って成功しています。あ、うん、え、捕まえた。はい、あまりにも一瞬の出来事でした。おそらく、あ、また来たよ。逃げられたのかな。持っていったと思いましたが、また戻ってきましたね。途中で逃げられてしまったんでしょうか。おそらく熱殺部隊の1匹を捕まえたのかな。ミツバ
だと果敢に飛びつきます。今までのキイロスズメバチは飛んでいるミツバチを狙っているような感じがしたんですが、この子は飛んでいるミツバチではなく止まっているミツバチを狙うようです。おお、白い網に果敢に入っていく。あ、すぐ出る。すごい運動神経です。この裏側が狭いところにも余裕で入っていきますね。狭いところに入ってしまうとキイロスズメバチは身動きが取れなくなってしまうことがあるので、なかなか、お、あ、ついに狙われてしまいました。今白い網の内側に入って、あれ、ちょっと出るのにムカついたのかな。この一瞬の隙を狙って滅殺補給始まりました。うわー、すごい。これは慢心が原因なんでしょうか。はい、ついにやられてしまいました。他のキイロスズメバチよりかなり狩りのセンスがあって、他の個体より少しだけ大きいような感じがしました。ですがその強さがあだとなって滅殺補給に捕まってしまいました。最後この白い網の中に入っていって出るのにもたついてしまって、その隙をニホンミツバチがついたように見えました。私たちが今まで観察してきたキイロスズメバチはこの白い網の中に入るということは滅多にしていませんでした。ですが今回のキイロスズメバチは狩りに自信があったのか、積極的にこの中に入っていく様子が見られました。同じキイロスズメバチですが、よくよく観察していると個体によって性格とか狩りのうまさが違うんだなということが分かりました。滅殺補給は今始まったばかりですが、この状態が30分から1時間くらい続きます。この滅殺補給という状態はミツバチが胸の筋肉を震わせて内部の温度を上昇させてスズメバチを殺すものです。ミツバチの方が少しだけ高い温度まで耐えられる特性を利用したものです。ですがこの滅殺補給に参加した働きバチは寿命が縮んでしまうと言われています。はい、今補給が始まって5分から10分ぐらい経ったところです。最初は滅殺補給に参加しているミツバチが少なかったんですが、ちょっと増えましたね。でもこの周りの子たちは何をしているんでしょうか。特に滅殺補給に参加するでもなく、なんか周りにいますね。これはヤジウマでしょうか。はい、狩りの達人のキイロスズメバチは滅殺補給でやられてしまうという結果に終わってしまいました。このキイロスズメバチは他のキイロスズメバチと違って5分に1回くらいは来てミツバチを捕まえて巣に持って帰っていました。でまた5分後ぐらいにやってくる。でまた捕まえてまた戻っていくっていう繰り返しでしたね。かなり頻繁に来ていたので、おそらくとても近くに巣があるんじゃないかなと思います。私たちが今日こちらに来て見ていただけでも、おそらく4、5匹ぐらいはミツバチを捕まえていたんじゃないかなと思います。キイロスズメバチの群れにとってはとっても優秀な働きバチだったじゃないかなと思います。ですがそんな優秀なキイロスズメバチもちょっと慢心してしまったのか、ニホンミツバチにやられてしまいました。はい、以上がキイロスズメバチの狩りの達人現るでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。こちらのチャンネルではニホンミツバチの生態や飼育について発信していますので、興味がある方はぜひチャンネル登録をお願いします。この動画が良かったという方はぜひ高評価お願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。